平成28年9月、県内でも有数の米どころ阿蘇市で、今年も稲刈りが始まりました。今年は熊本地震の影響で、農地が大きく陥没したり、水路が損傷し、十分に作付けできなかった農家もあります。JA 阿蘇によりますと、阿蘇市では今年2075ヘクタールの水稲作付けが計画されていましたが、熊本地震後、田植えができたのは1766ヘクタールで、大豆やそばなどの転換作物を植えたところもありますが、66ヘクタールは陥没や亀裂が激しく使用できなかったということです。阿蘇市三窪で農業を営んでいる株式会社農業生産法人阿蘇アグロスタイルでは、今年は地震の影響で作付け面積が3ヘクタール少なくなったおよそ25ヘクタールの水田にコシヒカリやミルキークイーンなど6種類を栽培しています。今年は梅雨明けの好天に恵まれ、作付け面積は減ったものの、収穫量は平年と比べて1割ほど多くなっており、収穫されたお米は精米され、次々に出荷されています。この時期、阿蘇谷では黄金色に輝く稲穂をコンバインが刈り取る音が響き渡り、地震を乗り越え実りの秋を迎えています。